はい、第129回ハイクランタン。今日は2022年8月10日です。もう連続で撮ってますんで、7時半過ぎたのかな。で、今回129回はですね、公務員のハラスメント、カスタマーハラスメントということで、まあ私ね、今娘がおりまして、上の娘はもう中1なんですけどね、やっぱり将来ね、安定した職業というかね、お姉ちゃんですから、なるべく安定してもらいたいな、しっかりしてもらいたいなっていうね、こと考えてるんですけど、そういった中でね、まあ私も今50前ですか。で、職業うんと苦労してるんで、苦労っていうかね、転職が多くて落ち着かなくて、っていう立場からすると、安定した職業イコール公務員がいいんじゃないかと娘には言ってないですけども、やっぱりね、親になるとそう思いますね。と、公務員がいいんじゃないかと思っていたら、結構これね、大変なんですね、公務員の方々も。本当に、例えば学校の先生とか、大変ですよね、本当に。あと公務員、役所にしたってそうです。国家公務員、中央官庁に勤める人もね、残業で、まあ御前様なんていうのはね、霞が関あたり当たり前だと思うんですけど、やっぱり大変だと思いますよ。あと地方自治体レベル、まあここだったら宮城県の職員とかね、仙台市の職員とか、いいなと思うんだけども、やっぱり災害の時とかね、今のコロナの状況なんか見たりすると、本当公務員の人大変だな、思ったより大変だな、安定はしてるけど大変なんだろうな、40度だろうが猛暑日だろうが酷暑日だろうが通わなきゃなんないんだろうなっていうことを思うと、大変だというのは最近よく分かってきてはいるんですけど、それ以上にね、なんかこれは幻冬舎ゴールドライン、ゴールドオンラインによりますと、やっぱりね、住民、主に住民とかね、からのクレームが結構すごいみたいで、心をね、壊してしまう人とか結構いるみたいですね。まあパワハラとかセクハラとかももちろんね、まあ公務員同士、同僚の間であると思うんですけども、それ以上にモンスタークレーマーに苦慮していると。カスタマーハラスメントですね。まあカスタマーっていうのは、まあ、公務員からしたら多分半分以上、ほとんどは市民、住民の方々だと思うんですけど、公務員の約6割がカスハラ経験ありということで出てます。まあカスタマーハラスメント、どういうのがあるかっていうと、もう本当にね、まあ、具体例これからありますけども、著しい迷惑行為であり、まあ厚生労働省が2020年に行った調査によると、パワハラとかセクハラは数は多いものの減少傾向にあるのに対して、カスタマーハラスメント のみが増加傾向にあると。で、顧客等からの著しい迷惑行為、暴行とか脅迫とかひどい暴言とかですね、ありますよと。もしくは不当な要求、これね、私も時々ね、役所行ったりするんです。で、この間何だったかな、母親の、今母親、老人ホーム、特別養護老人ホーム入ってるんですけど、その件でね、行ったんですよ、役所に。そしたらね、もう長時間にわたってクレーム言ってる65ぐらいのおっちゃんいましたね。もうずっとこれいつ終わるんだっていうぐらいの勢いでネチネチと喋ってるんですよ。本当にあれはね、まあ立場上、まあ民間だったらもうちょっと強気で出られるんでしょうけど、公務員の場合は本当にあんまりきつくも言えないし、住民だし、納税者だしということでね、見ましたよ、私もカスハラ、公務員相手ので、ね、どういうのがカスハラかっていうとですね、まあ暴言とかですね、長時間の居座りとか脅迫とかなんですけども、その加害者、被害者か、
カスハラを受ける公務員の男女別で見ると男性が 61% 女性が 56% ということで、まあそれほど性別による差は見られませんでした。で年齢別では受ける側ですよ、カスハラを受ける側、20代が 36%、 30代が 56%、 40代が 70%、 50代が 67%、 60歳以上が 63% ということで、まあ 4,50 代の割合がよく多いかなと。中間管理職がカスハラ対応に苦慮しているっていう状況が伺えると、うん、まあ具体的な、ハラスメント、カスハラの内容っていうのが脅しとか侮辱、拘束、まあ、長時間拘束、あと不当な要求、例えば個人情報をネットに晒すぞと言われてみたり、議員に知り合いがいるからお前なんかどう、お前なんかの身分なんかどうでもなるんだと言われてみたり、ガソリン持ってそっち行くぞと言われてみたり、これはもうほとんど犯罪ですね、ということですね。で具体的にはね、まあ、そういったことでガソリン持ってそっち行くぞはもう逮捕していいレベルですね、これ通報して。で侮辱とか、うん、大声でまくし立てる騒ぐとかですね、ん、あとはなんだ、ちょっと見失った、うん、あ、ありました、まあ、侮辱、大声で威圧するとかね、乱暴な言動、その他、長時間の拘束、窓口や電話などで長時間文句を言われ続けると、あと行政手続き等にかかる不当な要求、うん、できない要求をし、あと執拗に上司へつなげ、上司を出せ、上司を出せと面会要求ね、上司への、あと謝罪の要求ありますね、土下座しろですよ、本当にドラマの見過ぎだっていうね、国民に行政サービスを提供するっていう性格、業務の特性上、よりカスハラが生じやすい環境になってるっていうことですね。で、本当にね、こういったのをもう何度も何度も受けて、長時間受けてると、まあ、うつ病とかね、心の病、メンタルヘルスにも影響出ますよっていうことで、こういうのあるとね、本当にね、うちの可愛い娘をね、公務員とかにさせるのは、と思うんですけども、かたや、まあ私もね、いろいろ転職して、まあ、何回も繰り返してますから、まあ、生活が安定しないんですよね、ボーナスも出ないし、そうなるとほとんど。公務員がいいかなと思いきや、公務員はこれだし、公務員の皆さん、本当ご苦労様です。私はね、本当公務員の皆さんにはね、クレームなんか言いませんよ。長時間拘束しませんよ。本当に。まあ、時々ありますけどね、ただ、ね、こっちの希望とか要求に沿わない時もありますけども、まあまあお互い人間だし、あとできないものはできないっていうしかないですからね、そちらさんもねっていう感じで、引きますよ、本当にお世話になってますし、子供手当とかもらってますし、うん、まあ持ちつ持たれつですからね、行政と市民は仲良くやっていきますよ、行きましょうっていうスタンスですけど、これね、やっぱりストレスなんでしょうね、ほんとひどい人いますからね、うん、まあということで129回何を言ってるんでしょうか、公務員に対するカスハラが増えてますよっていうことで、皆さんもっと穏やかに接しましょうっていうことで、もしかして私の娘公務員になるかもしれないんでよろしくねってことですね。はい、熱い、いや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 、今日35度ぐらい宮城県あったんですけど、この部屋閉め切ってたんで、もうサウナ状態、暑いっす、夜8時前なのにもう暑いっす。ということで皆さん、体調管理十分気をつけて、よかったらチャンネル登録、半年かかって4名ですよ、あなた5番目になるかもしれませんので期待します。ありがとうございます。失礼します。